ストーンアイランドは、イタリアラバリーのに拠点を置く、高級アパレルブランドである。2020年12月にモンクレールに買収され、同社の完全子会社となる。ストーンアイランドジャケットマッシュモースティは、1974年に CB カンパニーを設立。ストーンアイランドは、もともと彼のメインレーベルのラインであった。生地の表面処理と染色技術を専門とするブランド。 GFT は1983年に会社を買収し、オスティは1994年に退職し、現在はカーロリビティによって運営されている。2020年12月、モンクレールはストーンアイランドの過半数の株式を11億5000万ユーロで取得した。ストーンアイランドはモンクレールの完全子会社となった。ストーンアイランド is no on my it's compass patch that buttons on to the upper sleeve of the left arm stone island のジャケットは左腕の上袖にボタンで留めるコンパスパッチで知られている。もともとパッチはグリーンエッジであったが2000年頃からのバッチはブラックエッジになった。新しい千年期を祝うためにもともと特定のジャケットで作られたより珍しい白いバッチの実行もある。 白いバッジは自社で開発した素材を使用したジャケットに表示されるようになった。新しいジャケットのデザインには光を反射する何千もの小さなガラスの破片を使用する液体反射ジャケットが含まれている。ありがとうございます。